はい、ありがとうございます。先ほどまではウガンダで何してたかみたいなところを話をお伺いしたんですけど、この動画では今何してるのかみたいなところを話をお伺いしようかなと思ってて、今実際何されてるんですか？今はですね、ケニアの難民選手団のサポートだったりしてます。え、それはサッカーだけじゃなくて陸上です。剣道からサッカー行って陸上行ったのかでしたまあでもスポーツは変わってないですもんね。変わってない、ちなみに今どっかの会社に所属してるわけじゃないんですよね？フリーとして。フリーなんですよね、はい、めちゃくちゃ聞きたいんですけど、僕も2019年ぐらいフリーやってた時あったんで、どうやって案件持ってくるのかっていうところを聞きたいんですけど、はい、どうやってフリーランスになったら案件持ってくるんですか？自分の感覚としては、案件をまず作ってそこからサポートしてくれる人だったり。あ、そういうことなんだ。あ、じゃあ全然アプローチ違いますね。コンサルとかだったら案件がもうあって、その案件の中に応募してできるかできないかみたいな判断されるんですけど、逆なんですね。箱作って呼び込むみたいな。え、でもそこ会社とか寄ってくれるんですか？アフリカのスポーツっていうところは新鮮なところが多いので、そういうところは話は聞いて。へえ、じゃあ例えばアフリカで何々したいですみたいなところをバッて箱作るじゃないですか、はい、箱作って呼び込みは何でするんですか？ Facebook とか？ Facebook だったり、あと直接会いに行って。あ、それは関係してるような会社に営業かけに行くみたいなイメージですよね。あ、そうなんですね。それで案件取れたりするんですね。そうですね。あとはその収入の軸だったりを作っちゃう。収入の軸っていうのは、例えばケニアの難民選手団をパートナーとしてサポートしていくってなったんですけど、それは一つのスポーツチームだと思って、で日本で彼らをサポートするために自分自身で彼らに対してサポートするための資金を日本で作るっていう。あ、どうやって作るんですかそれ？今クラフトビール作ってる、ビール会社さん。え、タメさん？はい。え、マジそうなの？あ、そうなんだ。それなんで作るんですか？ケニアの難民選手団のサポートに特化したビールを作って。で、そのビールを買うとその一部が現地に。はい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 。ああ、わかりましたわかりました。もともと一括でサポートしてくださいみたいな感じだと、結論その時期にならないとくれなかったりもするから継続性がないんですよと。だからそれにサポートできるような商品とかを作ってしまって、それを使ってもらうほどサポート費用がそこに追加されるよって感じなんですね、はい、日本側で作る軸は多ければいいと思っていて、それはビールだけじゃなくてもいいし、まあオンラインサロンとか、いろんな仕組みを使って作っていきたいなっていうふうに思って。なるほど。ちなみに今難民サポートをケニアでしてるじゃないですか、はい、それするのに必要な金額ってどれぐらいなんですか？年間で言うと2、300万円。あ、2、300万ですね、はい、じゃあ2、300万で瓶ビールなんで1本高くても800円とか1000円ぐらいだとしたら、それ結構売らないといけないんですよね多分ね。1割とかだったとしても1000円で1割なんで100円ですよね。1本売ったら100円なんで、それを2000本とか売らないとダメなんですね、はい、あ、そんなことやってるんですねちなみになんですけど、例えばビール会社と提携組んでやるじゃないですか、売り先はどこに行くんですか？売り先はオンラインで、はい、うん、あ、もうオンラインだけ販売したり、あとはサブスクで。はいはいはい。あ、そうなんですね。サブスクでやる先はスポーツ関連の人、もしくは全く関係ない人。あ、もう全く関係ないところで、アフリカだったりスポーツっていうところに興味のある飲食店さんだったり、あー、なるほどね。ビールとして何本作ってくださいみたいな感じで依頼するんですよね。そうです。それはじゃあ自己資金で。最初はクラウドファンディング。ああ、そういうことか、はい、最初はちょっと大ごけしたんですけどそうなんですそこのベース作りをちょっと今やり直してみて。あ、そうなんですね、はい、じゃあ今後はそういったところで安定的にロット数上げて作ってくれる本数も増やしてそれをやってもらうって感じですね。これが流れる頃には BC サイトとかってありますか？そしたら概要欄に載っけておきますよ。あると思いますじゃあ載っけておきます、はいはい、ちなみになんですけど、ちょっと聞いてみたいなと思ったのが、フリーランスになるメリットデメリットっていうところ聞いてみたいなと思ってて、例えばコンサルとかだったら全然あるんですよ、メリットもデメリットも。なんですけど、スポーツ関係でコンサルとかそういう事業をやるっていう形に対して、フリーランスとしてやるメリットデメリットって何があるのかちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけど、なんかあります？フリーランスとしてのメリットはスポーツってところで、一つのスポーツに特化することなく事業を行えるっていうところと、なるほどなるほど、まあ、日本側でも何々してスポーツチームを支援しなきゃいけないっていう枠にとらわれずにいろんなことを仕掛けていけるっていうのがフリーランスとしてのメリットかなっていう。確かに会社に所属してたら会社が思うようなコンセプトで誰かに対しての支援とか、ある特定のところに対してしかできないものが、フリーランスであればそこは全部取っ払った上でやりたいアプローチがちゃんとできると。確かにそれはメリットですね。デメリットとしてはフリーランスなんで自分自身でいろんなことを作っていかなきゃいけない、安定的ではないっていう。まあほぼ経営者ですけどね、そこまでやったらね。なるほど、そうですね。あと、まあ、資金っていうところもね、自分で生み出していかないといけないっていうところがあるんで、そこは確かにデメリットですよね。なるほど。ちなみに今コロナっていうところもあったわけじゃないですか、はい、実際フリーランスやり始めたのが2018年ぐらいからフリーランスですか？
そのぐらいからフリーランスされて、コロナの影響ってありました？コロナの影響っていうのはやっぱりアフリカと関わってると現地に行けない。ああそうね、確かにやっぱり大きなデメリットというか、これ現地に行けないとやってる感が出ないから、日本に周知してもあんま反応がなくなっちゃうみたいなところがあるんですかね。本当におっしゃる通りで、現地に行けないと現地の情報も身をもって体験できてないし、それを日本に帰ってきて話すこともできない、生々しさとかそういうところをちゃんと伝えきれてないっていうのが大きな。確かにそうっすよね。なるほど。コロナっていうところは今後ね改善していくと見込んだとして、どういうことを今後していきたいって考えてるんですか？やっぱり今難民スポーツ選手団に関わって、難民の選手たちが世界舞台に活躍するっていうところは目指していきたいなと思ってるんですけど、今後拡大するにつれて難民選手団以外にバスケットボールだったりサッカーだったり、他のスポーツでアフリカの選手が日本だったりヨーロッパでプレーするっていう環境を作っていきたいなっていう。あ、そうなんですね。なるほどね。やっぱアフリカの人たちはスポーツに対してはポテンシャルはありますか？ポテンシャルしかない。そうなんですね。日本人と例えばウガンダの人でもいいんですけど、どんぐらいポテンシャルが違うんですか？足が速いとフィジカルが強いだったり、前関わったトレーナーさんからけど、アキレス腱の太さが違う。あ、そういうのがあるのね。それはもう日本人がいくら鍛えてもある太さにはならないっていうのは、ちなみにアキレス腱が太いと何があるんですか？怪我しにくい。怪我しにくいですし、瞬間的な瞬発力だったりも上がる。いやもうどんだけやっても無理って言われたらもう無理じゃん。そうなんですね。でもやっぱりまだアフリカの人たちがいろんな国に出ていけるようなパスがまだまだ少ないってことなんですね。まだまだそこがオポチュニティの部分でこれは足りてないっていうのが正直なところですね。あ、そうなんですね、はい、じゃあそこはどんどん強めていくみたいな感じですね、はい、なるほど。でもそれはフリーランスとしてやっていくってことですもんね。どっかの会社に所属せず、はい、なるほど。じゃあ今後競合が出てくる可能性もあるってことですね。ありがとうございます。最後にっていうところなんですけど、ちょっと3つ聞いてみたいなと思ってて、アフリカも行かれたし、今いろんなこと行かれたと思うんですけど、日本っていうのをどう見えてるのかってお聞きしたくて、日本ってどう見えてますか？本当に海外回ってきて、アフリカだったりヨーロッパだったりも行かってもらったんですけど、日本は本当にいい国ですね。あ、そうなんですね。でちょっと悪い言い方すると、恵まれすぎちゃってるっていうところが正直思ってるところで、この間データとして出てたんですけど、パスポートを持ってる方が日本人4人に1人5人に1人しかいないみたいです。え、待って、マジですか？え、そうなの？マジか。いや本当にそれ見た時は衝撃的で、え、じゃあ1億人いる中で4分の1しかいないんで2000万。そんぐらいしか持ってないの？え、じゃあそんぐらいしか海外行ってないってことっすね。世界一強いパスポートなのにその権利を大抵どこでも行けるもんね。っていうところで日本にいると日本しかわからない、それがスポーツを通じて世界にこういう環境もあるんだよっていうところは伝えていきたいな。あー、面白いですね。確かに確かに日本にいたら日本で完結しちゃいますからね。え、ちょっともう一点聞いてみたいんですけど、田口さんアフリカでビジネスとして関わってたじゃないですか、でも一方で JICA とか国連とか外務省とか関わりがあって、国際協力っていうところも見てこられたと思うんですけど、田口さん考えてる国際協力って何ですかね？本当に一言で言うと、知らない世界を知ることによる自分の成長。なるほどなるほど。自分自身の中でスポーツに関わってて国際協力をやってるっていう感覚自体は正直あんまりなくて、アフリカの選手たちが世界を舞台に活躍したらどうなるんだとか、きちんとした環境でトレーニングしたらどんな選手になるんだろうっていう超ワクワクの部分も大きいんですけども、その中で結果的にそれは国際協力だったよねっていうところになればいいとは思うんですけど、今やってる部分で言えば難民の選手たちのストーリーを知ることによって自分自身が与えてもらってるっていう部分が大きいなっていうふうに思って、それが成長。あー、なるほどですね。確かに知らない世界っていうところを知るっていうことだけでもその国のことを知るとかそこの問題を知るっていうところにつながりますからね。そういう観点でも含めて国際協力って知らない世界のことを知ること、それが自分の成長につながるんだよっていうところなんですね。ちなみにスポーツに興味を持っている人たちが今後世界と関われるとか途上国と関わるにあたってアドバイスするとしたら何ですかね？ポイントとしては2つあるかなっていうふうに思っていて、1つはアクションを起こすということと、2つ目は今やるっていうところですね。なるほど。ちなみにアクションを起こすってどうやったらいいですか？例えば田舎とかだったら。アクションを起こすには大きいも小さいもないと思っていて、面白そうな国の名前だなとか、調べてみようかなとか、一つのアクションをすることによって次のアクションが生まれてくると思うので、自分が興味を持ったスポーツだったりですし、国だったりですし、そういうところから調べてみるっていうのも大きな一歩かなと。ああ、なるほどね。じゃあそうやって田舎も都会も情報はね今インターネットで調べられてるんで、そういったところでやってみて面白いなと思ったら行動するというところですかね。なるほど、ありがとうございます。今日はですね国際協力の中でも
スポーツに一貫して従事されていて、もともとウガンダでサッカークラブの運営とかしてらっしゃって、まあ、今フリーランスでスポーツ×コンサルみたいな形で動かれている田淵さんにお越しいただきました、はい、本日はありがとうございました。